今回は、小淵駅周辺でおすすめのお店を紹介しようと思います。そうだね。小淵で物件探している人にとって、大切な情報だね。今回はね、何屋さんなの？ケーキ屋さんですよ。やったー、ケーキ大好きです。それでは小淵駅から案内するわね。小淵駅改札出たら右に行ってね。交番が見えてきたでしょ。その先には横浜銀行が見えてきたでしょ。横浜銀行に沿って右に曲がってちょうだい。ジョナサンやブックオフが見えてきたでしょ。あそこまでは行かないわ。もうすぐよ。駅からは1分もかからないわ。正面の木のところが今回紹介するパティスリーレアールです。美味しそうなケーキが並んでますね。注文した子供の誕生日ケーキも並んでます。クッキーやジャムもありますね。それではパティシエおすすめケーキ5点の紹介です。では第5位です。アーモンドのビスキュイ、チェリーのムース、ピスターチクリームにチョコレート仕上げ、チェリーのコンポート。第4位、スイートチョコのムース、ピスターチクリーム、チョコレートビスキュイ、アニス風味のキイチゴジュレ。第3位、コーヒーのクリームアーモンドのビスキュイ、ガナッシュたっぷりのコーヒーシロップ、ピーナッツ風味のチョコレート仕上げ。第2位、ピスターチのクリームとココナッツのムース、バニラ風味のパイナップルのコンポート、ココナッツのビスキー。それではおすすめ1位は、ミルクチョコのムースとビターチョコレートのムース、ヘーゼルナッツのビスキー、アーモンドの粛清、アーモンドプラリネの組み合わせ、グラサーシュショコラ仕上げ。どれが食べたかった？僕の好みはバハマかな。ピスターチが気になるね。他にも美味しそうなのいっぱいあるから、ぜひ一度行ってみるといいわね。行ってみます。